回は計27名でお送りします。どうですか皆さん。いや、賑やかですね。久しぶりですよね、こんな大人数。賑やか、なんで振られたら急に静かなのみんな。でもね、残念ながらあの A グループの末澤くん、正門くん、福本くん、そしてリトル関西の島崎くん、そしてアンビシャスの浦陸とは別仕事のためお休みとなっております。悲しすぎるよ、報告。大人数でいっぱい楽しんでいきましょう。それでは早速テーマの発表していきます。こちら、ダン、わー、祝放送500回。なんとなんと今回で放送500回となります。いや、2012年10月3日に初回放送だったらしいです。わー、だからまだ入賞してない人たちもたくさんいるんじゃないですか。でも前にもしてんのじゃん。してないですね、18年なんで。ベテランの見方してたね。僕なんなら多分まだ10回ぐらいしか出てないです、この番組。10回。そうなんです、こんな時に。ありがとうございます。こんなね、長く続いてるのも皆さん、ファンの皆さんが見てくれてるおかげでもありますし、すごい僕たちもこれから頑張っていきますので、これからも応援お願いします。お願いします。怖いぞ、怖い怖い。めっちゃ感動したよ。今日そんなめでたい500回記念ですけど、はい、なんか肝心な企画の内容僕たちまだ知らないんです。確かに、はい、何やんの。この後登場してくれるゲスト MC の方がそれを説明してくれるらしいです。ああ、なんで？誰やろうな。それではゲスト MC の方お願いします。なんとなんと放送500回にふさわしいスペシャルゲスト MC は関西ジャニーズ Jr. の不動産的存在といっても過言ではない孤高の天才ピン芸人、永野さんです。どうも、お願いします。やめてください。馴染めてない。長野さんってこんなめでたい日に呼ばれて、はい、あのマイジャニと何の関係があるんですか。怖いね僕たちね。平均年齢すごい上げたってごめんね。私は約6年前に長野っていうテーマで初めて出てたのこれ。そう、今あれですよ、なにわ男子とか、びっくりしたって。今なにわ男子とか見てるってテレビ、あんなことになるとは思ってなくて、もうちょっと丁寧に挨拶しとけばよかったって。なにわ男子とかとやってたんです。その年の前座に大賞、はい、受賞しました私。そうなんですよ。あとは300回記念の MC も、うん、MC 担当した、うん、ありがとうございます。結構その君たちよりは深いよ俺、前じゃない。ね、はい、申し訳ないです。睨みつけましたよ、ね、伊藤君はまだ睨みつけてるのか。大丈夫ですか伊藤君。大丈夫。あ、よかったよかったねえ。ということでやって、あれ、あれ、え、スタジオの奥に室龍太がいる。ここは令和の舞者に新鮮な男の子たちや、はい、せやけどな、室はおったら昔の舞者にや。ひどい、昔の舞者にや。スエと室がおったら、あ、スエはおるかい。ほんまにおんねん。あ、いや、もう帰ってください。ちょっとムロ嬉しい。ということで、もう一人のスペシャルゲスト、長野さんの親友で関西ジャニーズ Jr. の大先輩、ムロ龍太くんです。確認でいいですか、みんな知ってんすよね誰かは。近所のなんかね、ウーバーで来た兄ちゃんがなんか、ね、現れるのは誰ですよこれ。そんなことより500回記念の今回は何をするんですかということで。よくぞ聞いてくれました。今回の企画は、以前300回記念の時に行った真のスーパースターを決める戦いの第2弾でございます。題してマイジャニの未来を引っ張る新スーパースター誰だ、関西ジャニーズジュニア王決定戦パート2。
ということで、記念すべき放送500回記念の今回は関西ジュニアの中で真のスター性を持っている男は誰なのかを決めたいと思います、はい、ちなみに前回のスーパースターになったのはこちらのムロ君です。本当に今日リアルに決めます、はい、本気でお願いします。それは、はいはい、しかもご褒美も用意してるんです、そして改めまして本日の司会と審判は僕長野と室で、はい、務めさせていただきますので我々は厳しいですからね。そうですね、はい、もう大人げなく大人げないですよ。だって自分が一番目立とうとしてる2人がね。間違いない。すいません。はい、一体この中から誰が真のスーパースターになるでしょうか。それでは500回記念の前田ジャーニースタート。うわー、日本中をポカポカに。極暖のクリアは氷点下でもあったか。ノクリア史上最強暖房、極暖エアコン。富士通ゼネラル。あったかだにゃ。寄り添うってなんだろう。ノクリアは使う人の気持ちになって快適をお届けします。あなたに寄り添うエアコンブランド、ノクリア。富士通ゼネラル。これからもノクリア。クノール。豆な私は豆と野菜で栄養を取る。ふっくらお豆がゴロゴロ、たっぷりお野菜とろとろ。豆な私は賢く簡単に。ジャニーズのスーパースターになるためには必要不可欠な記憶力とジャニーズ愛が試されます。なるほど。1回戦で脱落するのは9人です。うわ。そして正解したメンバーから勝ち抜けとし、残りが9人になるまで繰り返し行います。いいですよこれは。もう、はい、今からランダムに選んだジャニーズの名曲が流れます。分かった人はあちらにあるマイクを取ってから答えてください。はい、はい、マウガチです。はい、はい、みんなムロはもう先輩後輩関係なく言ったから。すごい、もう幼い少年とかをかき分けて歌ってたから。やってないから本当に。だから先輩とかも変に遠慮してそういう好感度上げようとかしなくていいから。はい、はい、じゃあいきますよ。早速始めましょう。ジャニーズイントロドン。はい、じゃあ亀井くん、のろし。おー、のろし。すげー、ナイス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 。どうした、リクどうした。それ分かってたんですよ。いるわこういうやつ。いいよいいよ。これはもうあれだよね、2回戦進出ってことですよね。いいクセモノ仮面カイリー。ジャニーズイントロドン。ブラザービート。そうだ、ユニット名言ってませんよ、アツシ。いや大丈夫。素晴らしい。ヤンさん的にポイント上がってる。ムロポイント上がってる。ムロポイント上がってる。一番上がってると思う。いいぞ。ムロポイント、はい、いい感じで。じゃあアツシが2回戦。おめでとう。小島くんの講義を跳ね返し伊藤アツシくん2回戦進出。次の曲いきます。ジャニーズイントロドン。うわー、早い。好きな曲。空船です。お願い。やばいぞ。
すぐわかった。素晴らしい。今回最年少の岩倉司さくんがあっぱれの2回戦進出。それでは行きたいと思います。ジャニーズイントロドン。失格です。失格かみんなと見学です。そうやね、見学はみんなと見学やで。見学ですか。無論でもなかったことしよったな。何ことしか考えてなかった。そう、さあ行きましょう。はい、それでは行きたいと思います。ジャニーズイントロドン。うおーい。おいで。勝ちた。ジンタロウ。はい。モンスター。おお。もう、もう、それで分かった。うわー、素晴らしい。ボーイズビー同士の接戦を制し、北村くん2回戦進出。ジャニーズイントロドン。すぐ分かりました。いや、もうすぐ分かりました。もう話題の曲ですから。素晴らしい。素晴らしい。なんか優しさがあっていいね、小太郎は。そうですね。もう、こっち見てやって、ほんと。ありがとうございます。なんかこっち見ちゃうとこもちょっと今ポイント上がりました。もう前向いちゃって。優しさポイント、はい、小太郎では2回戦で待ってますんで。はい、ありがとうございます。ありがとう。優しさにあふれる男、岡崎くんがマイペースで2回戦進出。よっしゃ。ジャニーズイントロドン。結構自分の世代ぐらいの曲ですけど、やっぱ今も、いや、僕あのみんなでやらせていただいたんで。あ、はい、そうなんだ。あ、じゃあ受け継がれているものなんだ。はい、すげえ。一人で分かってね、はい、誰よりね。すごいよ、早かった。早かった、素晴らしい。アンビシャスの不思議な男、吉川太郎が見事2回戦進出。どんどんいきますよ。ジャニーズイントロドン。うわー、来た。さあ、小島。小島。どうぞ。おシェイク。ゲッツみたい。ゲッツみたいな。シェイク。シェイク。はいはいはい。これはもう分かりました。これはもちろんもう大先輩スマップさんの曲なんで。はい、これ分からなかったら君たちジャニーズやめた方がいいよ。おお。よく出たな。はい、退場してください。はいはい、もうちょっと喋りして。でもおめでとうございます。最初から。A グループのリーダー小島くんがバシッと2回戦進出。ジャニーズイントロドン。はあ、あ、分かった。分かった。西田くん、西田くん、西田くん、譲るの。え、なんで今よくないよ今の。ムロポイントじゃないですかこれ。ムロポイント今。ムロポイント今圧で、圧で。どういうこと。西田くん、西田くん、西田くん、どうした。どうした。なんでも言っていいよ、なんでも言っていいよ。お客さんもなんか気づいたことあったら言ってください。西田くん、目でかすぎて圧にやられてる。あー、なるほど。圧出したの。せんちゃんはどう。いや、もう目が寝がすぎて。そういうのやめて。あかんわ、それは。目でいいやつとかさ。え、これさ、ジャニーズの楽しい大会なんだから、これ地下のなんかラップの大会じゃないの。フリースタイルなんだ。フリースタイル、フリースタイルとかじゃないんだから、やめて、そういうバイオレンスな雰囲気は。どうします。じゃあ西田君もさっき握ってたんで。あ、そうなんだ。じゃあ、じゃあ西島君。しゃーない、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 しゃーない。どうぞどうぞ。平成ジャンプさんでホワイトラブ。おーい、これはありがとうございます。西村君、これは分かった。これもう今冬じゃないですか、放送が、はい、一番冬の曲で一番好きな曲なんですよ。だから分かりましたね。その曲歌おうとしたら、はい、あいつがなんかそうみたいな曲が。僕も分かってましたけどね。テレビ通販生活。日本人はカルシウム。
ロドン。おー、あいつ、あいつ、悪くはないんだけど、もっとさ、ジャニーズのさ、こうファンの人とかいるんだからさ、こんなのがこうかっこいいみたいな世界なのにさ、一人陸上なのかな。陸上見に来たわけじゃないじゃん、みんな。じゃあ、お願いします、リチャード。はい、青春アミーゴ。正解。これ分かった。すぐ。あ、もうすぐ分かりましたよ。はい、はい、これからリチャードいなくなったんで、はい、ある意味、はい、やりやすくなったと思いますよね。はい、もうみんな早抜けろよ、早抜けろよ、自分らも本当やばい、もうそろそろもうやばいよ、うん、はい、リチャードじゃあ2回戦進出、はい、おめでとう、おめでとう。いい意味で書き直してくれたリチャードくんが2回戦進出。じゃあ行きましょう、やばい、ジャニーズイントロドン。ストーンズさんでマスカラ。正解。リオン、はい、リオンどうでした？すぐ分かりました。そうですね、あの僕特技ギターで、ギターでマスカラ弾けるんですよ。おだからすぐ分かりましたね。まさにリオンのための問題。そうですね、ましたね。ありがとうございます。持っている男大内リオンが余裕の2回戦進出。ジャニーズイントロドン。はっ、これはちょっとむずいかもしれない。何これ。えでも聞いたことあるかも。OK、お願いします。いきますか、ジャニーズイントロドン。マジ、ジャニーズ WEST さんでパラパラチャーハン。さらに長く、はい、はい、お願いします。いきたいと思います。ジャニーズイントロドン。どけ、きたきた。ジャニーズ WEST さんでパーティーマニアックス。あー、来た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 じゃないんですよ。来てないのよ。すごいかっこよかったですね、今降りてきたね。やっと俺のレバン来たかと思ったけど、やっと来たけど全然ちゃうかった。全然ちゃうかった。全然ちゃいました。ジャニーズ WEST って言ってる時点でちゃうかった。もうそっからヒント出ました。 WEST さんじゃない、 WEST じゃないらしいっすよ。ジャニーズ WEST ではありません。いきますよ、ジャニーズイントロドン。ここでジェネレーションギャップで答えられない若手メンバーへ MC からスペシャルヒント。ほら最近復活、ほら最近、いけよ、ライブした、グループは分かる。ほら、ね、ほら、もう言うた、今曲が言った、来るよ来るよ、今言ったよ、大変、うん、もういけよ、いけよ、いくよ、聞いてきや、走るしかない。あ、違うかった。すいませんでした。これ男組さんでタイムゾーンです。タイムゾーンです。あ、そうや、それや、よかったのに。おお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 すっげえ、ぶちぎれてんじゃん。まるちゃん、はい、ジアンサー。正解。すごいですね、はい、これは分かりました。いや、もう長尾くん好きなんで。お、はい、長尾ね、よくね、走ったよね、はい、長尾くんって。長尾くん長尾県トラブル丸岡くんがご機嫌に勝ち抜け。そしてここで MC の2人からこんな提案が。音響さんももう途中タイムゾーンかけてもいいですよね。逆に挟んでください。逆に挟んでいい。いやいやいや、チャンス問題で、チャンス問題で、どっかでグリーンってなった瞬間いけるから。7の間にどっかで、はい、すいません、急遽ルール変えますけど、どっかでタイムゾーンお願いします。音響さん次第で行きたいと思います。ジャニーズイントロドン。
何やったっけ、何やったっけ、これ分かる、分からん、これて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 れ、え、嘘やろ、ちゃんかいける、お母ちゃん行きますか、来た、どうぞ、キンキキッズさんで僕には羽がある、ナイスガス、ナイスナイス、僕の背中にはじゃないです、僕には羽がある、僕には羽がある、僕にはある、僕には背中にまで、嘘じゃないですか、僕には羽がある、嘘つきやさ、憧れないし、僕には羽があるって言われた、やばいやばい、怒られる、怒られるやつ、じゃあ行きましょう、次ジャニーズイントロドン、余裕だ、すごいすごいよ、キンキキッズさんで僕には金がある、金がある待って、さぎまちゃん、さぎまちゃん急に現れました、さぎまちゃん、さぎまちゃんおもろすぎるわ、最高のタイミング、最高じゃないですか、さぎまちゃん、めちゃめちゃおもろかった今、今おもろい一等賞です、さぎまちゃん僕には金がある、僕には金がある、キンキキッズだから僕には正解ですね、もうどうですか、正解いいですか、ダメ、いやそれはちょっとねマネしやすんで、じゃあ一発でございます、でもあのポイントはね、すごい高かった、さきもっちゃんみんなこういうことです、最高、みんなやっぱりその勝ちばかりね求めるのもいいけど、さきもっちゃんみたいにその印象を残すっていうことは大事ですね、最高ですか、僕には金がある、これ視聴者の皆さん今ハッシュタグであの僕には金がある、あのトレンドを日本一位にさせましょう、僕は漢字で金も漢字で僕には金がある、これでトレンド1位でマイジャニを盛り上げましょう、お願い、ぜひともトレンド入りしてほしい崎本くんの名言が生まれたところで今週はここまで、次回もスーパースターを目指し関西ジュニアがガチンコ勝負、次世代を引っ張るのは一体誰なんでしょうか、お楽しみに、笑って笑って、すごい、覚えてるのがすごい、名曲やったし、ほんで難しいのにすごい、ありがとう、だってグランドールなんて夢祭りでみんなルーク君とか覚えた時間かかりましたよね、はい、それをこれらだけリハ時間長かったすごいすごい、そうなんだ、将来どんなタレントさん、アイドルになりたい、あすごいダンスが上手いって言われるぐらいの、うんうん、ジャニーズの人になりたい、うん、そうか、今6年生だっけ、うん、ちなみに給食で好きなおかずは何ですか、かわいい、きなこパン、きなこパン、あの揚げパンみたいな感じのやつ、きなこ乗ってる、あ今もあるんだね、うん、あります、うん、きなこパン出る日は学校行かないとね、はい、はい、すいませんありがとうございました、終了、ありがとうございました、どうですか、いや、かわいい、かわいい、かわいい、めちゃくちゃ礼儀正しいんですよね、そう、そうだよね、めっちゃスタッフさんからも聞いてもなんかあの子はめちゃくちゃ礼儀で、うん、あの子めっちゃいい子ってめっちゃ聞いて、大事だよね芸能界ね、はい、うん、お兄さんたちみんな分かってるけどね新メンバー4人目に取材を受けるのはお笑いが大好きでしっかり者のトーマルークくん、ちょっとどうしても私ルーク君と話したいことがあって、え何それ、これ質問とかじゃないかもしれないけど、はい、あのルークさん、あのそのジャニーズウェブのね、はい、ここ半年もっとかな、はい、亀梨君のことしか書いてないですよね、あ気づきました、毎回楽しみにしてます、はい、めっちゃ書いてますね、ちょっとそれでちょっと同担としてえ同担ですか、すいません、ごめん、ちょっとこうカミングアウトしますと同担なんですよ、めっちゃレアな情報ちゃう、なんかちょっと話したくて、はい、お願いします、その観光の時とかも、はい、後ろ姿を見てたわけでしょ、後頭部を、はい、話した、いやそれかあの、うん、もうほんまにお疲れ様でしたっていうそのなんか流れてて、うん、その列が、はい、そこでお疲れ様でしたってもう声かけることぐらいしかできなかったんですけど、そうなんだ、もう遠目にずっと見てました、えでもさ、亀梨君は知ってるの、ルーク君のファンだって、多分好きだってこと知られてないと思う、ごめん、せっか確認するの忘れてた、で結局憧れの先輩は亀梨君でいいんですか、いや憧れの先輩はそうくんで、あのファン担当が亀梨君、うん、あじゃあやっぱ別なのね、はい、担当なの、なんかなりたいとも思ってないっていうか、もはやそのお茶の間とそのテレビの人っていう関係ですね、なるほどね、はい、そうか、えじゃあライブとかも
行きました。ハニーは行けてないんですよ。はい、行けてないですよね。なんか僕なんかめっちゃ好きって言ってるのに、うん、なんかゲネプロ見学行けますよっていう連絡が、うん、なんかアンビシャスとボーイズビーには来てて、リトル関西に来てなかったの。行きましょう。嘘嘘、行きました。そう、ほんでだから後から円盤でちゃんと見ました。そうだ、円盤の感想がすごかったじゃないですか、はい、ものすごい長文の円盤の感想、はい、曲のタイトルまでもう間違いなく、大体カトゥーンって英語のタイトルなんでね、はいはい、もう一文字も間違わず、ちゃんと調べてやってるんで、はい、すごかったですよ。いやもう良かったので、もう間違えるわけには。じゃあ次ちょっと2月23日から始まりますよ、はい、福岡でね。そう、あ、さすがよくご存知で、はい、でもまた忙しいじゃないですか。いや、そうなんですよ、2月かぶるでしょ。そうなんですよ、22がなんか分かんないですけど、学校の卒業式みたいなのがあるみたいで、なんだ、もうほんまに惜しいなと思って。いや、自分のことが大事だけど、でも23日亀梨君の誕生日じゃないですか、はい、そこから始まるわけで、まあ、同じグループに同じ誕生日の人がいるんだけど、いるんだけど、どっちが大事？いや、ガチガチなやつ。ごめんなさい、ちょっと回答を控えさせていただいて。答えてるようなもんですけどね。でもなんで好きなの、亀梨君？なんか亀梨君って今。36歳、37歳、うん、6歳、今度7になるよね。そうですね、はい、オンエアされてる頃にはもうなってはんの、はい、だからなんかその年のジャニーズのアイドルって、なんかアイドルっていうよりかはちょっとアーティスト寄りになっていくじゃないですか、うん、でもなんか亀梨くんってなんかめっちゃファンが喜びそうな顔とかしたりとか、なんか可愛いこともするじゃないですか、うん、なんかそれがめっちゃギャップで、はい、SNS も解説して、うん、見てるんですけど、めっちゃ可愛いね。それ自分がなりたいというよりもその亀梨くんが好きって、あ、ずっと見てたいって感じです、ね、うん、なるほどね。ちょっと今後もぜひちょっと、はい、おたトーク一緒にしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、終了。ありがとうございました。いや、めちゃくちゃルーク君と駒井さんの亀梨君愛が伝わってきましたね。いや、嬉しいよ。ごめん、満足。いや、同じ熱量で話せる人がなかなかいないんですよ。それは言いませんよね。カシャ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 、カメラの画角が制服ってレアキャラモンスター罪です。夜間尿意で目が覚め、一回でもトイレに起きてしまう夜間尿のあなた、トイレに一回2回と目が覚めることで睡眠の質も落ちてしまいます。そこで夜間尿に飲んで効く医薬品奈良蜂蜜溶岩錠 SP。 夜間尿に唯一効く蜂蜜溶岩エキスが衰えて硬く小さくなった膀胱に働きかけ、夜間尿にしっかり効きます。匂いや苦味を抑えて1日2回辛い夜間尿に明るい兆しを。漢方兆しシリーズ奈良蜂蜜溶岩錠 SP、 通常6578円のところ、今なら初回限定価格2090円。お申し込みは0120-49-8383、よーく蜂蜜蜂蜜まで。芸能リポーター歴30年の駒井さんが毎度に新メンバーを一人ずつ取材。続いて5人目は新メンバーで唯一のギャガー、スミ慎太郎くん。じゃあ一応憧れの先輩聞いていいですか。はい、はい、憧れの先輩はなにわ男子の藤原丈一郎くんです。はい、そうですよね、はい、師匠ですもんね。はい、そうですね。じゃあ丈くんに、まあ、オマージュといいますか、まあ、先輩を称えるという意味でも、ぜひスミくんには私をもう質問というより、はい、新しいギャグを見せてもらいたいです。はい、お願いできますか。はい、はい、やります。じゃあよろしくお願いします。はい、こんなで大困る。主催で来ないと困りますよ。ギャグしまーす。カシャ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 、カメラの画角が生息地、レアキャラモンスタースミです。よろしくお願いします。すごい。すごい。
レアキャラモンスター、はい、いや最高、ちょっともう最高だったんでこれで終わりですよもう。いやいや、でもギャグしよう、もうずっとやってるじゃないですか、はい、これで自分で浮かんでくるの？いや、なんなんすかね、なんか立って、まあ、やるぞってなったらパッて、あ、浮かびますね。そうなんですね、はい、そうだから、いやすごいね、それはもう他にないものね。いや、そうなんですかね、わかんないですけど、漢字のみんなのことどんな風に見てる？ちょっとなんかすっごい真面目なこと聞いていい？はい、いやでもほんまに仲間、家族やと思ってますから。そうか、今ここにいるメンバーのことはライバルだったりする？仲良し、まあ、仲良しでもあり、やっぱライバルでもありますね、一番仲いいの誰？同期とか全部込めたんですか？うわ、一番仲いいのは丸岡高生。あ、丸ちゃんね、はい、うん、そっかそっか、はい、一番ライバルも丸ですかね。いいねいいねいいね、うん、将来はどういう風になりたい？将来ですか、いや、まあ、将来はやっぱり、まあ、めちゃくちゃ面白いジャニーズになりたいです。え、目指す先輩は？目指す先輩ですか、うん、まあ、目指す先輩はジョー君ですかね、やっぱりお笑いもできて喋りもうまいんで、でちゃんとキラキラアイドルもやって、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。終了、ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんね、無茶振り。いや全然大丈夫です。ありがとうございました。いや、そうですね、やっぱギャグ出ましたわ。ギャグ出ました。やっぱそこの強さだよね、瞬発力。急に振られて活動できないですね。本当に。続いての取材は新メンバーの中で最も純粋かもしれない愛されキャラの真由美武之くん。真由美くんって文章めちゃくちゃうまい。マジですか、ありがとうございます。そう、ブログの文章とかがすごく読みやすいし、具体的な例が出てくるから分かりやすい。僕ブログ書くんがめちゃくちゃ夢というか、なんか書いてる人見ていいなと思ってて、念願についに書けたんでめっちゃ書いちゃいます。あ、そうなんだ。え、どれくらい時間かけてるの？でもや1時間ぐらいですかね。でもそんなに書けるんだ。移動時間とか使ってるんで。それであの長文を書いちゃうんだ、はい、だって調べなきゃいけない部分もあるじゃないですか。そうですね、だからそれなんかコンサート名とかが僕苦手で、そういうの、そういうのはちゃんと覚えるようにしてます。もう、あ、そうなんだ。書くために。これから真由美くんを目指してるとこって何？いや、僕が目指してるところはずっと言わせてもらってるその村上くんみたいな面白さなんですけど、でも MC とかやっぱもっとできるようになったらなと思います。憧れはじゃあ村上くんでいい？はい、村上くんのどういうところ一番いいなって？なんか、ただでさえあんなおもろいのに楽屋とか行ったら村上くんの近くにめっちゃ分厚い本とかあるんですよ。どんな？分からないですけど、なんかめっちゃ分厚いんですよ、なんか、国語辞典かって思うぐらい分厚くて、なんかただでさえ知識あるのにそれ以上なんかまだまだ努力してるとか素敵やなって思って、村上くんからなんかそういう本教えてもらったりとかしないの？本はないですね、でも最近初めて村上くんからもらったもので、あのバスローブと T シャツもらいました。バスローブ？バスローブ。ごめん、村上くんとバスローブがすごく結びつかなかった。何色？紫です。やっぱり紫なんだ。めちゃくちゃ紫です。そうなんだ。どうだった？嬉しかった？嬉しかったですし、帰ってすぐ来ました。来て寝ました。来て寝たの？バスローブ。それはちょっと寝づらかったね。こんなもんなんかなと思って朝お母さんに聞いたら寝るもんじゃないって言われました。ですよね。朝起きた時どうなってた？めちゃくちゃゴワついてました。そうだね、全部ね開いちゃうしね。はい、そうね。じゃあ MC もできるような、はい、タレントさん、あ、もちろんアイドルだけど、村上くんだったり中井くんだったりなんかジャニーズを代表できるような MC になりたいですね、そのために何かしてますか？僕も最近本読んでます。どんな本？小説とかであるんですけど、やっぱ語彙力、ツッコミする時とかもなんかやっぱりワードが自分の頭の中に広がってた方がいいと思うんで本は読んでます。あ、そうかそうか、全部自分の今インプット中で、ね、そうです、はい、そうか。今一番やってて楽しいこと何？そういう、まあ、お勉強もそうだけど、ステージ上で飛んでる時です。あ、飛んでたよね。じゃあマイジャニは？マイジャニは楽しいです。でもこれからずっとだってあゆみくん MC のところに
だったりすることも、まあ、たまにそこでお勉強させてもらって、うん、どっかで行かせたらなと思います、うん、楽しみにしてます。ありがとうございます。だから文章上手なんだね、いっぱい本読んでるから。ああ、うん、そういうことであって嬉しいです、ね、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。自然と言葉が出てくるような、うん、いやいや、ありがとう、ありがとうございます。最後に取材されるのは新メンバーの最年少13歳、可愛い担当伊藤敦史くん。ストレートに聞こうかなと思います。尊敬する先輩、憧れる先輩は西畑くんですよね、はいはい、西畑くんと最近会いましたか？お正月の頃ぐらいですか、うん、カンジュのフレッシュフレッシュフレッシュライブの時に見学に来てくださいました、うん、で、お正月ってことは、西畑くんはどうだったの？あ、もらいました、はい、もらいました、はい、それ初めて大ちゃんから？いや、去年もと思う。そっか、デビューしてからはもらってるってことか、はい、何話がね。そうか、大ちゃんのどんなところが好き？でもその時に、うん、お年玉もらった後に僕だけ呼ばれたんですよ。なんかその事務所、大悟くんがそこに荷物とか置いてるところに呼ばれたんですけど、でスーツケース開けてこれ持って行きって言われて、セーザーくんとトワくんかな、赤いジャージを持ってらっしゃるんですけど、赤つながりか、それをくださってめっちゃ嬉しくてびっくりしました。すごいね、はい、何その先輩からこうつながる感じ。トアも自分で買ったわけじゃなくて、トアも大悟くんがサイズ小さかったからっていうので僕もらったんですよ、うん、で大悟くんがもう一着買って、うん、スイザーくんが最初かな、大悟くんが最初かな、スイザーくんが最初かなんかで買ってて、うん、大悟くんが同じのを買って、で赤つながりっていうので、まあ、サイズちっちゃいっていう感じで僕にくれて、うんうん、で関西の赤3人がその同じ味を着るみたいなものをしてて、それが今こう大悟くんのがあっちゃんに渡った。そうか、うわーすごい、エモーい。じゃあサイズどうだった？でもまだ大きいでしょ。ちょっと大きい。いいですね、それがいいな、下がり感ね。どう、まゆみくんそういうの聞いてどう？関西の赤やな。一応僕も赤なんですよ。でも全く同じ柄の黒いやつを僕大橋くんからもらいました。あ、もうもらってたんだ。そうそう、大橋くん黒だけど、そうそう黒なんですよ、でも、うん、だから赤いいなって思いつつでもめっちゃなんか僕、うん、大橋くんリハから全部元気で、うん、なんかそういうとこに憧れてた面もあったんです、うん、めっちゃ嬉しかったです。そうだよね、っていうか大ちゃんの買えないよねきっとね。はい、サイズの問題。じゃあ大事にしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。エモい話はありがとう。重かったっすね。どうですか、あっちゃん。でも僕一個だけ話してない話があるんですよ。本当たくさんみんなを知ることができて、あっていうか見たいもの見れて話したいこと話してよかったありがとうございました。さあエンディングの時間となりましたが、今日僕たちをたくさん取材していただきありがとうございました。ありがとうございました。久しぶりの前座にいかがでしたか？はい、いやもうフレッシュ、本当にフレッシュになりました。はい、なんかすごくみんな瞬発力もあるし元気だし可愛いし、なんかエモいこともいっぱい聞けてものすごく楽しかったです。ありがとうございます。最後に今日一緒にトークや取材していた中で、はい、新たに気になるジュニアとか見つけたりしましたか？いやもう全員ですよ今日は。っていうのはすごく前座に行っていいなと思ったのが、一人一人の個性がすごく発揮できる、アピールできる場所だと思うんですね、うん、はい、だからもう初期メンバーとかデビューしてる子たちが多いのはそういう意味もあって、だからね、ここからみんなどんどん変わっていくっていうか、変わる瞬間を見れるんだろうなと思って、それがすごく楽しみになりました。ありがとうございます。これからも関西全ジュニアよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで本日のゲストは駒井千佳子さんでした。ありがとうございました。豆な私は豆と野菜で栄養をとる、ふっくらお豆がゴロゴロたっぷりお野菜とろとろ、豆な私は賢く簡単にポタージュで豆食べる、たっぷり幸せ、豆に栄養これ一品。
レーターを増やして水の王国富山からお電話お待ちしています。毎度ジャーニー MC は僕とマルクと大西優雅がダブル MC を務めさせていただきます。よろしくお願いします。そして元気なこのメンバーでお送りしていきたいと思います。おはようございます。元気の表しとかピースなのか。いや元気ですよ。ありがとうございます。じゃあもうね、皆さんもテーマめっちゃ気になってると思いますんで、もう早速発表しましょう。今回のテーマはこちらです。漫才王2です。じゃあ早速ゲストの方に漫才を披露してもらいましょう。僕たちも客席で見ます。はい、それではゲストの方にネタを見せていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。だいぶ前の漫才王ですけど ね、 でもね。ああまあそうですよ ね、 すね。どう考えても錦鯉が出ると思う、ね、そうか、王者ってさ、金金の王者はね、錦鯉さんですから ね我々だいぶ前ですけどね。いやー、すいません、10年ぐらい前から来たもんください。まあ、俺らちっちゃい時ってね、はいはいはい、あの近所でひよこ売ってるようなとこってなかった。ああ、夜店とかね。そうそうそう、ああいうところでね、ひよこ可愛いからお父ちゃん買うて言うてもね、なかなかね、はいはい、お父ちゃんとかはね、こうひよこ買うてくれへんかったよね。そうそうそう、ああいうね、生き物はね、すぐ買ってくれないんですよ、うん、そうやねんね、うん、だからね、ちょっと考えてんけど、そういうね、鳥好きの子供には、はい、鳥人っていうのが見えたらええのになと思って、ね、鳥人。そう、鳥人ってね、こう首から下は人間なんやけど、頭は鳥になったんだよ。で、身なりは英国紳士のこうタキシードみたいな感じで、それが鳥好きの子供のところにやってきて、あの素敵なプレゼントしてくれるわけよ。いや、そんなん子供の前出てきて大丈夫なんだ。絶対大丈夫やから。で、ちょっとやってみようか。ほな、鳥好きの子供やっといて、ひよこ校で言うといて、俺鳥人するからね。うわ、ひよこかわいいな。お父さん、ひよこ買って。君はいい子だね。僕は鳥人だよ。お父さん、どうしたんだい。お父さん、どうしたんだい。どうしたんだよ、君は鳥が好きなんだろ、うん、でもお父さんは買ってくれないんだよね、うん、かわいそうに。じゃあ君にこのお父さんには見えないインコをあげようね。え、じゃあお父さんに内緒で帰るね。うん、君にも見えないから注意するんだよ。見えへんのかい。僕にはぼんやりと見えるんだよ。お前ははっきり見えろよ。鳥目なんだよ。なんやねんそれ。もうええわ、ちょっと女、俺ちょっと代わってやるから、うん、お前子供やっとけ。お父ちゃん、ひよこ買うてよ、これ、あかんの。え、なんでよ。君は本当に鳥が好きだね。うん、鳥好き。私は鳥人だよ。お父さん、変な気だよ。見てごらん、人間の体に鳥の頭がついてるだろ。変な説明してくるよ。よし、友達になろう。いや、ならへんよ、お前。他の友達も引いてまうかな。友達の証に、うん、このタキシードの胸元を開いて、人間の体と、うん、鳥の頭のちょうど境目を見せてやろう。そんなとこ一番にしたらあかん。グロテスクやねん。あかんあかん、怖いわお前の。お前子供せ、俺鳥にするわ。お父さん、ひよこ買って。お父さん、うん、焼き鳥のネギマって美味しいね。うわ、共食いしてる。うん、君にこの残ったネギをあげよう。いらんわ、お前鶏肉しか食わんのかい。いや、手前のネギは食べたんだよ。どうでもええわ、子供やってけ。お父ちゃん、ひよこ買ってあかんの。君は本当に鳥が好きだね。お父さん、また来たよ。私は鳥人だよ。鳥人や言うてるよ。お父さんは呼んでも来やしないよ。もう魔王みたいなこと言うてるやん。シューベルトの魔王や。お父さん、お父さんのやつやねんか。お前、君のクラスに転入することにしたよ。いや、やめてくれよ。他の友達引いてまうから。出席番号は何番だと思う。何番やねん。チキン南蛮だよ。いや、しょうもないよ。ええねん、子供せよ、お前。お父さん、ひよこ買って。お父さん、鳥人だね。だねってなんやねん。おなじみ感出すな。見てこれ、人間の胴体に鶏の頭と全く同じサイズのものがついてるだろ。え、ちっちゃ。そんなバランス悪いの。これが鳥人の姿なんだよ。なんなんこれ。君にいいこと教えてあげようね。いいこと。私が先日畑でイチジクの実をつついていた時に、僕に気づいた愚かな人間どもは僕のくちばしを縄で縛ったんだよ。僕はその縄を手で取ったんだよ。手があるからね。お父さん、手があるから取れるよね。スポンスポンスポンだよね。こうやったら抜けるよね。すぐ抜けるよね。人間は蝶々結びが好き。蝶々結びだったら引っ張れば抜けるよね。引っ張るだけで取れるよね。目やにをあげよう。いらんや。どこもやっとけよ。ああ、一人か。もうええわ、なんか怖いわ。君は本当に鳥が好きだね。お父さん、やっぱり来たよ。
君は大空を自由に飛びたくはないか。あ、空は飛びたい。うん。だったら私に捕まるといい。やったやった。飛べやしないけどね。いや、飛ばれへんのかね。ここしか鳥じゃないから。うわ、ほんまや。見たらすぐ分かるわ。ここは人間だから。こんなもん飛べるわけないがな、これ。これが逆の、こっちが人間でこっちが鳥の人鳥だったらよかった。いや、逆は人鳥って言うんだ。ええわ、お前子供せん。お父さん、ひよこ買って。うわ、来た来た。鳥新一だよ。なんやその名前。よく見てほら、森新一の胴体に鳥の頭がついてるだろ。なんでそんなことなの。これが鳥新一の姿だよ。森新一どうなったの。森新一の頭は新沼健二の胴体につけてあるのさ。ややこしい。新沼健二どうなったの。新沼の頭は鳥につけてあるのさ。新沼が一番かわいそうだ。いやでも新沼は鳥好きだからそれで安心なのさ。鳩いっぱい飼ってたけどさ。あ、新沼陣鳥をあげよう。いやいやいや、気持ち悪い。でもやっとけ。ああ、どうじゃ、ひよこ、もうええねんけどな、ひよこ。お待たせしたね。お待たせ言うてる、来たよ。手羽新一だよ。ね、手羽新一だよ。千葉新一さんみたいな勝手になっとるやね。千葉新一の両腕が手羽先なんだよ。いや、気持ち悪い。もうええわ。どうもしゃー。ありがとうございました。ということで、本日のゲストはおよそ7年半ぶり笑い飯のお二人です。皆さんどうでしたか、漫才。いや、面白かった。めちゃくちゃ面白かったですよね。でも、新沼健二とか言われても分かんないでしょ。ピンとこないね。正直ピンとは来てなかった。世代がね。そうね。こういうネタってどうやって考えてるんですか。これまあね、なんかこんなんせえへんって僕は提案して、で、まあ、それで喋ってみようかみたいな感じで。お二人で作られてる。そうですね。とりあえずだからもう題材僕がこう言って、あの西脇もそれで喋りたいってなったら、まあ喋って作るみたいな感じ。あ、書いてとかじゃないんですか。書いてとかじゃなくて、喋ってみるみたいな。一回やってみてできそうならちょっとちゃんと作り出すみたいな。すごっ。とりあえず試してみるんですね、一回。そうそう。一回僕テレビでセクシーゾーンの勝利くんって。あ、そう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 、あの3日間ずっとね、もう泊まり込みで、あの勝利くんにツッコミの強化合宿みたいな。やりました、やりました。その時の内容すごい。ナダルの家でやったんです。そうそう。ナダルの布団使って言ったら、それだけは嫌だって言ってました。ナダルだけは嫌だって言ってましたけど。ナダルの風呂もだいぶ気味悪かった。なんでそうツッコミを鍛えるっていう、なんか24時間テレビで MC 任されるから、はいはいはい、そう、あの MC するんやったらツッコミ力っていうの必要やから。なるほど。おいらがそうです、3日間ずっとボケ続けるみたいな。うわ、3日間ずっと。じゃあそうやって今こうやって MC やらせてもらってるから、僕らもねやりたいですよね。3日間泊まり、3日間だけやな。ナダルさんの家に、ナダルさんの家に、絶対嫌ですね。絶対嫌です。笑い飯さんはナダルさんに引っかかってる。今回いろんなコラボ企画とかで、はいはいはい、ちょっと盛り上がっていきたいなと思いますので、はいはいはい、じゃよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではマイドジャーニースタート。結構なんかなあなあで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。フランスベッドから介護の新しい形、マルチポジションベッド。マルポジ？おー、すごいすごいすごい。椅子になるんだ。ベッドが椅子になって、さらに立ち上がりまでできるから。自分で立てるんだ。すごいな、これ乗り移り楽。あ、介助も楽。マルチポジションベッド、介護保険も使えます。フランスベッドが介護の未来へ立ち上がりました。江戸の昔、龍角散は秋田で生まれた。この豊かな大地で今、秋田のハーブ入ってますね。龍角散ののどすっきり飴。暮らしを変える人生を楽しむ出会いがここにある。最大で最高ジャパンキャンピングカーショー開幕、2月幕張メッセ。本日のゲストは M1 グランプリ2010王者、笑い飯のお二人です。よろしくお願いします。
僕たちもですね、ちょっと関西ジャニーズジュニアっていうことなんで、はい、ちょっとコンサートとか、それこそこの番組とか、まあ、他のバラエティ番組でももちろんそうですけど、はい、漫才を披露したりとかすることがあるんですよ。はい、なんでもうせっかく M1 王者に来ていただいてるので、はい、ちょっと皆さんちょっと時間が許す限り質問とかさせていただいてもいいですかね。ぜひ。じゃあ早速いいですか。はい、笑い飯さんってその先も見させていただいたんですけど、はいはい、そのボケとツッコミが途中で入れ替わったりする芸風でやってはるじゃないですか。そういうのってどういうところから浮かんだのかなと思って。あ、もうこれはでもね、普通になんかそんなことして遊んでた感じなんですよ。もともと別のコンビやって、そうでほぼ同時期にお互いの相方が辞めて、で2人残ったんで、どっちもまあボケやってたんですけど、そう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 、まあ一回やろうかみたいなと、コンビ解散した同時やったんで、はい、で一回やろうかって言ったけど、どっちもボケやからあれどうしようかみたいなあれみたいな、あれいやボケやりたいけど、ボケやりたいけどみたいな、ほんなまあ順番にやろうかみたいな。でもなんか普段からそんなにしてね、なんか交互にボケて遊んでたんで、うん、なんかあのマイハニーっていうね、あの芸人の人がおって、はい、でそれをなんかマッハリンっていう言い方したりとかして、一回こっちがボケたら次こっちボケてみたいなね、だから遊びで要素を交互にボケてたんですよ。だから暗黙の一回交代っていうのはもうその時から。あ、そう、自然に生まれた。ちょっとごめんなさいね、うん、そう例えで出すにしてもマイハニーだったら何でしょ。マイハニーなんか誰も知らんよ。マイハニーとか言うとったやん。いや、例えで出すにしてもマイハニーは誰も知らんよ。なあ、漏れへんからな。ありがとうございます。よく考えたら、だって学校とかで、うん、ね、友達とお互いがボケたりしますもんね。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じになりますから。そうそうそう、あの笑い飯さんってあのコンビ名が笑いと飯のガッチャンコで、はいはいはい、なんかめっちゃなんかハッピーな感じじゃないですか。そうやってよかったよかった。なんかコンビ名っていうのはどういう経緯で決まったんですか。あ、確かに。あ、そうですね、だから最初はだからコンビ名別になかったんですけど、 なんかこう M1 やったっけ、あれなんかこうプロフィール出さなあかん。いや、まあオーディションやね。オーディションか。そう、吉本のオーディションにパッてまあ行ったんですよね、はい、でその時にそれまではもうなんかあの別々のコンビやった時の名前を勝手に言ってたんですよ。だからコンビ名ないぐらいな感じやったんですよ。なるほど。即席で組んでるあれやから、でオーディション受けるってなった時に、まあ、コンビ名をまあ提出せなあかんってなって、で一回、まあ、僕のコンビ、西田君のコンビで千鳥の3組が仲良くて、でその3組で、あの笑い飯ライブっていうのをやったんですよ、はいはい、でその笑い飯ライブってやった時のその笑い飯って響きなんかおもろかったなみたいになったから、じゃあそれ書いとこうかってそれを提出したんですよ。すごい。ライブ名やったんです。ライブ名が、たまになんかね、あの笑いで飯を食べていくというなんか願いが込められているとかってね、ウィキペディアとかで書かれたりしてたんですけど、そんなかっこいい理由ちゃうねん。でもないねん。お二人で決められたわけでも、あのもうやめてしまったけど、僕の元相方がつけたライブ名、笑いなんとかっていうライブ名にしたいなみたいな言うからね。Thank you.
額の2090円の特別価格。お申し込みは0120-123-700-123-700、富山でお電話お待ちしております。本日のゲストは M1 グランプリ2010王者笑い飯のお二人。興味津々なメンバーを代表してアンビシャス岡君がズバッと質問。あの僕 M1 がすごい好きで、あのこういう前ジャニさんであの漫才を披露させてもらうときに、うん、M1 全部見たんですよ、2009年から。そこで2002年の時に多分初めて出た時に、はい、すごい衝撃が走っちゃって自分の中で、はい、だいぶ幼かったでしょ。そう、そこであの気になったんですけど、今の現在の M1 とかって見られたりするんですか？いや見てます、見てます、はい、もちろん見てます。はい、今回のについてどう？今回切り込みな、でも面白かったですけどね。その僕はですけど、なんかあのランジャタイとか あの辺がもともと知ってたんで、あれをだからその松本さんとかが上沼さんが見てどう思わはるんやろとワクワクするんですよ。だからあのランジャタイがムーンウォークとかしてる時、上沼さんポンと映ったりしてこんな顔してた。それ込みで面白かったけどね。あ、でまあね、優勝があの錦鯉